おはようございます。入ってよろしいでしょうか。おはようございます、旦那様。本日から私が身の回りのお世話をさせていただきます。今までの仕事は解任されました。これからは旦那様の指示でお仕事をいたします。はい。どうぞ何なりとお申し付けください。そうです、私は旦那様に雇われています。旦那様の報酬から天引きされるそうです。シルビアーナ様がすでにその契約は成立してると。やはりご迷惑でしょうか。私、ここにいてよろしいのでしょうか。朝食の支度をいたします。
旦那様、お食事の用意ができました。すみません、私何か粗相を？怖い目をしてらっしゃいます。作ったのは厨房の方々です。はい。申し訳ありません。ただいまお持ちします。私がですか？それならジェーンかミレイを呼んできます。はい。いかがでしたか？私、笑ってみました。いかがでしたか？ですから、笑ってみました。ずっとです。でしょうか。
ありがとうございます。私、慣れないことで少し疲れてしまいました。はい、何でしょうか。仕入れは厨房の。は？紅茶、おかわりいかがですか？はい。旦那様の指示通りにいたします。はい、お願いします。外？お屋敷の外ですか？私は、もし許してくださるなら森へ行きたいと思います。それは、申し訳ありません。今のは取り消します。はい。その前に、大旦那様に外出の許可をいただいておきたいのですが。では、私が。
それなら1階のテラスでよろしいでしょうか。はい。いつもに食事をあげたいので。はい。自分で餌を取れない子なんです。いえ、そんな。すみません。はい、ではお先に。この結果は君の選択なのか。それともすでに糸に絡め取られているのか。だとしたら、君もドミノの範囲の一つになったということだ。全か、すべては。だが、カタストロフは防がねばならん。確かめさせてもらおう。Thank you.
賢明な判断だ。その慎重さがあれば最後まで生き残れるだろう。ディアナは浜辺にいる。私がそこへ行かせた。悪いな、君の名前を使わせてもらって。君が単独でどのような行動をとるか、それを確かめたかった。安心するといい。これでもう何も起こることはない。楽観はできないが、おそらく。私、ずっとここにいました。旦那様がそうおっしゃったのではないのですか？申し訳ありません。ちゃんと確かめるべきでした。私、もう森へ行きたいなんて言いません。私の資料が足りませんでした。足が泥だらけです。森へ行ったのですね。私があんなことを言わなければ。
私のせいで旦那様が。何も見つけなかったのですか？森で何も見つけませんでしたか？その手紙は？え？本当に読んでないのですか？それでいいのです。危ないところでした。私もう手遅れだとばかり。でも旦那様は神に愛されてるのですね。誰でもなく全ての人でもあります。ダイスの目のようなものです。選ばれた者が最初にカードを引く。そうかもしれません。でもこのゲームは何もかも破滅させるゲームです。好奇心という爪に捕らえられた生贄を一人ずつ死者の国へ誘う甘美な罠、お願いします。もう忘れてください。どうかこんなゲームには参加しないでください。私は旦那様をお守りしたいのです。今まで何も。だから旦那様だけは。大丈夫です。申し訳ありませんでした。はい。おそらく成立しません。そうです。はい。
旦那様。ありがとうございます。戻ったらお茶を入れします。今度はちゃんとお供します。Thank you.